海道に行くのでね、パッキングをしております。2泊3日の6人家族のパッキング、こんな感じです。柿の種入ってるけど、詰めちゃったからパッキングって言ってもあれなんだけど、子供たちの4人の服をそれぞれ日にちごとに分けて詰めてます。子供ごとに分けるんじゃなくて、例えばこれ銀河が2って書いてくれたんだけど、これは2日目に着る洋服ね、これが3日目に着る洋服とか分けてすると、もうその日にこれポイって出せば全員分着替えが出せるので、こんな風にして分けてます。トップスとボトムね、それぞれ4着ずつ、 T シャツとパンツが入っております。なんだこれ、ボールペン出てきたよ。何これ、僕が持ってきたやつ。僕が持ってきたの、ボールペン持っていくの、北海道に持っていくやつ。これそうだよ、北海道に持っていくやつだよ。今日はね、あの寒秋朝は午前中だけ学校に行ってちょっと早退してもらいます。3時半の飛行機かな。で銀はね、保育園行こうかなと思ったんだけど、もうね、行ってもすぐねお迎えになっちゃうから、お家でゆっくりしようかって言って、今退屈してね、まだまだって言ってますね。飛行機乗りたい、飛行機乗りたいね。今日は乗り換えだからね、羽田まで行って羽田から札幌まで乗り換えですね。これは、ママの着替えが入ってるのかな、と2日目と3日目の着替えとマスクのね替えと、これは大人の下着かな、一応大人の下着と子供の下着、靴下は分けてますね。夜お部屋でくつろぐ時に欠かせない柿の種、で必ず持っていきます、いつも。で化粧品かな、あとは化粧水とかが入ってる、ね、化粧水とかが入ってるやつと、これはママのメイク道具ですね。メイク道具が入ってますね。と、これはまあお風呂周りというか、ワックスとか髪を結ぶときにいるやつとか、歯ブラシとか、櫛ね、入ってますね。4人分の子供のパジャマ。あれ？パパパジャマ入れてないんじゃない？なんかね、北海道が6月で、昼間の気温は調べたらもう26度とかなんだけど、朝はね10何度とかで、ちょっとね洋服迷っちゃって、迷いすぎて両方入れたからなんかパンパンになっちゃった。半袖に薄手の羽織が一番いいんだろうけど、子供って羽織嫌がるじゃないですか。なんか羽織を羽織るぐらいなら1枚で着れる長袖とかね、そういうのがいいみたいだから。あれ、出したら入らんくなった。ここにはね、あの多分ホテルにあると思うんだけど、たまにコーヒー置いてないホテルがあるから、いつもねドリップのコーヒーとか持ってる。これはかんちゃんのカフェオレですね。北海道今日の夜着くよ。とこういうビニールとかはもう絶対いる、汚れ物入れたりとか、まあいろいろね。もうあと何枚か入れていこうかな。ほんといいよこのスーツケース。両面パカって開くトランクでもう使えなくなっちゃったの、これ使い出してから。そう、ホテルとかで広げる時も全然邪魔にならないし、さって取り出せるし、最高です。このトランク最高。一応予備で持っていこうかなと。帰り多分お土産とか増えるから、そのお土産とかを入れようかなと思ってます。いいアイデアです。空っぽです。パパさんパジャマを入れ忘れてないですか？じゃあ帰ってきました。学校から帰ってきましたよ。準備はできましたか？できてない、できてない。ちょっといや、髪結ぶから肩つくやん。みんな準備はできたかい？え、待って、もうヘアアイロン入れる？アイロンちっちゃいのは入れたけど。え、そうなの？あのね、帽子を、あ、スイッチ入れた？うん。と、ガチャピはスイッチ入れた、入れた、宿題も入れた、うん、これね、スイッチと宿題と入ってますね。アイロンがいるそうで、これに、じゃあ入れてください。昼ご飯マックです。コンビニで買った人、マックで買った人、それぞれ食べてます。おにぎり、僕ミックス、うん、
砂糖菓子。あちゃ。兄弟食べるのが同じだったよね。チーズ。これなんだ？ザラチキン。今日カメラどうなってんの？カメラ開けてた。しっかりして。あ、こっちの方に。ナゲット半分こ。あっくい。今日はね、なんか二人ともアクセつけてんだよ。ネックレス。こっちポケモンだから。ごめん。なんか飛んできた。見逃して。ごめん。ポニータ？うん。いいね。あとこれ何個目？何個目？早っ。早っ。ではでは、空港まであとちょっとかな。バイバイ。熊本空港に到着しました。どこ？あっち。あっちの花。今日はね、久しぶりだよね、かんちゃん一緒に旅行するのね。楽しみですね。美味しいものがたくさん食べれるかな。いくらが食べれればそれでいいや。いくら。いくらでもあるよ。何をしてるんですか？あなたはいたずらしてるんですか？ダイヤモンドゲット。見えたね、銀。うん。めっちゃもんでてる。どうぞごゆっくりお過ごしください。寒いね。あちゃ、この中入っときな、ほら。はい、この中入っときな。あったかいよ。あったかい。あったかいね。北海道と東京から近いよ。また同じぐらい乗っとかなんね。かわいい。羽田空港バージョンだ。ピンク、いいものをゲットしましたね。乗り場はどこだ。どこだろう、書いてない。9番乗り場はどこだ。19番乗り場。第2ターミナルに行ったら、なんと第1ターミナルでした。ここで住みたい。引っ越す、北海道に。え。で、ちょっとよくさ、北海道で。クマさんの流れ。銀がついていった。クマに。バイバイ。春みたいな感じ。ほんとね。やっぱ気温がだいぶ違うね。え、寒い。大丈夫か、みんな。寒くないよ。大丈夫、半袖で。涼しいよ。だからこの長袖を持ってきた、私は。ちょっと羽織いるね。見て、綺麗。よし、じゃあ今からホテルに向かいますよ。パパについてって、ほら。タクシーに乗るぞ。なんか、すごいね。綺麗。トリートメントだって。トリートメント。すごい綺麗なホテル。どんなの？綺麗綺麗。やばい。わあ、広い。え、でもほとんどベッドだよ。おお、広いね。すごい。めっちゃ広い。なんか奥になんかある。ベッド。え、一人一台あるじゃん。やったね。お風呂広いんだけど。お風呂？おや、ほんとだ。なんか脱衣所がめっちゃ広い。広い。洗面台も2つあるよ。おお。お風呂
風呂も、お風呂も広いよ。めちゃめちゃ広いよ、お風呂。ちょっとすごいね、これ。下がってみようか。絶対天井下がるね。どこで寝よう。どこで寝る。イエイイエイイエイ。真ん中はちっちゃい人かな。そうだね。マリトッツォ。やばい、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 これめっちゃやばい、これやばい、やばい、うまそう、うまそう、めっちゃ最高、マリトッツォ、やばい、おいしそう。はい、出ておいで、食べていい、いいよ、食べて。あ、お手洗ってみます。濡れたタオルで洗いざらい剥がせるね。ほい。わあ、おじさんはフラノビール。あ、鼻にいっぱいついた。鼻にいっぱい。あ、鼻について。フラノビールうま。え、一口ちょうだい。めっちゃうま。やばくない？なんで食べるの？またついた。どうやって食べるのこれ。今パパがフォーク買いに行ってくる。あ、じゃあそれまで待っとこう。待っとく。うまい。いちごが中に入ってる。でかい。え、おいしい。生クリームがめちゃめちゃおいしいね。今食べております。マリトッ、マリトッツォ。あ、食べは今マリトッツォ食べ終わって、ラーメン。明日何するんだろうね。楽しみよね。生クリームが重くない。めちゃめちゃ美味しい。でもね、甘いの。で、いちごもね、めっちゃ甘い。美味しい。パパがちょっこり映ってる。そう、みんな今日ゴーツー着てるんだよね。うん、そう、パパは黒で、僕が白で、そう、アズピが水色、銀がピンク。めっちゃ面白い。面白いよ。じゃあ見に行こう。見に行こう、見に行こう。さあさあさあ、見に行こう。めっちゃ怖いな。やば。満たされております、満たされております。じゃあ裸でジャパーって入ってくる、シャーってくる、シャーになるね。さよなら。ちなみにこれ iPhone で撮ってます。アキラカメラです。お疲れ様です。お酒よりもお風呂じゃない。いや、お風呂どうする。私の酒はどこだ。あなたの酒はいらん。今からお風呂だねって言うと、どうするんだろうねって、ジャバジャバやって入ろう。お風呂入ってきます。パンパンじゃん。これ皆様知ってるでしょうか。プレミアオレンジ、あ、ファンタです。ファンタのプレミアオレンジ、めっちゃうまい。これあの誕生日プレゼント、誕生日プレゼントをいただいちゃいました。開けたいんですよ。なんかめっちゃおすすめって言ってたから。待って。めっちゃ本格的よ。すごいよ。見て見て見て。よっしゃ。ちょっとねえ。待って、あ、なくなったから。すごくない。あ、使い切ったの方ね。すごい、リップバームだ、ピンクだ。いや、あのね、白だったんよ、去年は。 ありがとうございます。めっちゃ可愛い。真っ白。あ、氷違う、ローズだ。ローズになってる。よかったね。すごい、ありがとうございます。食べますよ。いいですか、こんな綺麗なものを食べて。うん、びっくりしてるくらいふわふわ。うん、美味しい。かんちゃん、じゃあこれ食べた後、あのホテルの周り5周ぐらい走ってから寝ようかね。やばいね。いかちゃーん。ここに入って、アキネネを抱き枕にして寝る。お、いいね。銀がここで寝て、ここがパパで、真ん中2つがアキちゃんとアジャピで、こっちのどっちかがカンネネだね。Thank you.
年齢期間、現在、現在この時間です。11時40分。11時40分。12時に近い。ボサボサになってるの。楽しみ。ここは僕とアチャピが寝るところ。アチャピが寝るところ。いいか、4分の3は僕の縄張りだ。